今でなければいつ？第1回、夢ラジオです。今日は平成28年10月21日金曜日、時刻はお昼の12時半を回ったところ。マンションの11階から見える横浜港北の景色、曇ってるけど綺麗です。今から始まる午後、何かいいこと起きそうですね。日経平均前場で1万7250、285円で終わりました。50円上がっています。昨日200円以上上がりましたから、1万7000円台が続いたことになります。今まで1万7000円に触れてもさっとすぐ落ちていたんですが、今回はどうなるんでしょうか。ただ短期の株の予想はなかなかできません。為替は1ドル104円、ちょっと円安傾向で、この円安傾向も日本の株にとってはプラス材料です。さて、今でなければいつ？第1回。記念すべき第1回は、財政のことについてリスナーの皆さんと一緒に考えてみましょう。財政というのは英語でフィスカルポリシーというふうに申しまして、個人とか企業については使いません。国や地方公共団体に使いますね。その収入と支出のことです。国や地方公共団体の、収入と支出、それをまあ財政問題っていうふうに言いますね。で、日本の財政について話すとき、まず最初に出てくるのは、やっぱり国の借金なんですね。国の借金が1000兆円を超えた。聞いたことないでしょうか。国の借金には、国債とか、政府短期証券とか、借入金とかが含まれます。で、その政府の借金が1000兆円を超えてるんだと。やばいですね。で、今日本政府の、日本国のと言ってもいいけど、税収は毎年毎年50兆円から60兆円の間行ったり来たりします、今のところ。で、その都市の景気によって変わるんですよ。で、その50だか60だかには足りませんから、40兆円ぐらいそれにドーンとくっつけて、新規発行です。国債の新規発行ですよ。それ40兆円ドーンとくっつけて、90何兆円の予算を組んでますね。新聞で見たことがあるでしょう。つまり今まで、その政府の借金が、1000兆円超えてるんですけど、それに毎年毎年新たに40兆円分ずつペタペタくっつき続けているという状況なんです。やばくありませんか。いつまでこれが続けられるんだと恐ろしくなりませんか。で、プラス、さっき申しましたように、財政は地方公共団体のことも、まあ、指しまして、地方債っていうのも200兆円ほどありますから、国地方を合わせたらもう1200超えちゃうわけなんですね。借金が1200兆円超えると。だからやばいんだと聞いたことありませんか。で、あるいはリスナーの皆さんもそれぞれそんなことをお感じになってませんか？日本がギリシャみたいになるんだとか、日本の円が信認失うとか、日本国債も暴落しちゃうんだとか、あるいは
1人、国民1人に直したら800万円の借金になっているんだ、とうとう。とはいえ、日本の財政問題について語るとき、大事なのは、2つポイントがあるんですね。2つ大事なのが。1つは、今、1000兆円ほどある、日本の政府の借金ですね。あるいは、国債発行残高もすごいんですけど、国債を日本の中央銀行である日銀が400兆円すでにもう持ってるんですね。持っちゃってるんです、400兆円。つまり日銀が民間銀行が持ってた国債を、買い取っちゃったんですよ。直接日銀は買ったりはしませんが、今、民間銀行が持っている国債を、日銀が、はい、それ買いますよって言って買って、で、そのお金が400兆円ぐらいになりましたと。そしてその払ったお金は、民間銀行が日銀の中に持っている当座預金の中に日銀の方から振り込まれています。民間銀行の持っている国債の量が減った代わりに、中央銀行、つまり日銀が持っている国債の量が増えたわけです。しかも増えたったってもう年間80兆円ぐらい黒田日銀総裁が買うぞっていうふうに今やって買ってらっしゃいますから、400兆円で、あと1年とちょっとで500兆円になりますね。日本の GDP がだいたい500兆円を行ったり来たりしますから、あと1年ちょっとで500兆円に匹敵する、GDP に匹敵する国債保有残高を日銀が持つことになります。これはすごい。すごい。そして、考えなきゃいけないのは、日銀は政府の一部門なんです。黒田日銀総裁も、安倍内閣が指名しました。すると、中央銀行は、政府の言うことは基本的に聞くものなんです。だって政府の一部門なんですから。すると、借金返すのはちょっと待っててねと政府が言えば、日銀は「はい」と言います。10年経ってもそうです。50年経ってもそうです。事実上、中央銀行が保有する国債というのは返す必要はありません。待っててねといつまでも言えるからなんですよ。でも利払いが発生するじゃないか。利払いも政府から日銀に払った後、日銀からすぐに償還金という形で戻ってきます。当たり前です。政府の一部門が日銀なんだから。つまり、あと1000兆円の、国の借金、あるいは膨大な国債のうち、500兆円は返さなくていいんですよ。普通、中央銀行がその国の債券、国家債券をたくさん持つと、インフレが起きるんですね。つまり、政府が発行したものを中央銀行が買って、で、それでそのお金を、出して、そのお金で政府がファイナンス、国家予算をファイナンスするってことですから、こんな財政の、やりくりしてたら信用がなくなって、その国の通貨は売られるし、その国の国債も暴落する。そして、通貨が価値をなくしますから、インフレがドーンと起きるっていうのが、まあ経済理論なんです、一般的な。ところが日本は非常に今ちょっと珍しい位置にあって、デフレが二十何年間続いた結果、中央銀行が400兆円、あるいはもう1年ほどして500兆円もの国債を持ったとしても、別にインフレにならないっていうか、なりそうにない、その気配が今もないですね、全然。
そういう立場にあるんですよ。つまり普通はやらない方がいい、中央銀行の国債保有というのをやったとしてもあまり害が出ない状況に今たまたまあるんです。20年間もデフレが、20年以上デフレが続いちゃったから。今もインフレにしたいと政府は思ってるんですけど、インフレターゲットを、満たすことが全然できていない状況ですらあります。つまりあと1年あるいは場合によっては別に上限なんかないわけですから、あと数年間は国債をずっと買い続けることができます。そして中央銀行はね、そして中央銀行の買った国債というのは、事実上チャラです。チャラなんです。もちろん本当はそれに副作用が伴ってインフレが起きるよっていうことがあるんですが、起きてません、今の日本はね。第1点目の中央銀行が持つ国債、そしてそれに加え、日本の財政を考えるとき2番目の点は、日本政府には他の諸外国にはない膨大な資産があるということなんです。普通、アメリカでもドイツでもどこの先進国でも、政府に資産はほとんどありません。政府は資産を持つ必要はないんでしょうね。ところが日本政府には皆さん650兆円の政府資産があるんです。すごくありませんか？650兆円の資産です。あります。財務省が発表しています。で、もちろん日本政府の資産ですから、そこには港や道路や公園や建物や土地、あと、すぐに売れないようなものも、あれ売っちゃいけないようなものもありますから、650兆円全部換金することはできません。できませんが、250兆円分ぐらいは換金できそうです、頑張れば。その250兆円分っていうのは、現預金、有価証券、貸付金、もう一回言いますよ、現預金、有価証券、貸付金、なるほど。しかも、その3つ目の貸付金はですね、150兆円ぐらいに及んでいて、これは、官僚の天下り法人に貸し付けてるんですね。知らなかったでしょ。つまり霞が関の官僚の方々は出世競争で、だんだん去っていくんです、省庁を。ところが去った後の天下り先が必要になりますから、いろんな法人が用意されてるんですね。その良し悪しはとりあえず置いておきましょう。で、その、法人の設立だか運営のために150兆円かかってるんですよ、今まで。そして、その150兆円の貸付金は当然国債を発行して、得たものです。ですから、その天下り法人なんかいらないんだと。官僚の皆さんは省庁退職後はご自分の才覚と今までの人脈で頑張っていってくださいっていうふうに、もう背に腹変えられないんですとなるならば、貸付金を、貸し付けていたその法人を解散し、そしてそこから資金回収し、それを国債償還に当てていくということが本当はできます。できるはずなんです。で、今、日本国政府はそんなこと全くやっておりません。つまり150兆円の貸付金には手はつけないし、天下り法人もそのままです。だから、本気じゃないんですね。本気で、財政が悪いとか、本気で財政は何とかしなきゃいけないとは思ってないってことなんですよ。もし思ってれば、ここに必ず手をつけるはずだからです。つまり、現預金、有価証券はすぐに換金できるし、貸付金にしたところで、僕は道理かはともかく、回収もできると。で、それ全然やってないと。つまり、それは外国から見たら余裕なんだなと見えるわけなんですね。で、それはその通りですよ。やろうと思えばできる、それをやらないんだから。で、そのさっき言った現預金、有価証券、貸付金の部分が250兆円ほどあるわけですね。すると、その、さっき言ったほら、あと1年ぐらいで日銀保有が500兆円になりますと。残りの借金は500兆円ですと。ところが、やろうと思えばすぐに換金もできるものが250ボカでね。全部かどうか分かりませんから、200にしときましょうか。200ほどはまた、返せますよとなると、どうでしょう。ネットの負債。ネットっていうのは正味ですよ。正味の負債は300兆円。
正味の負債は300兆円です。そして GDP はさっき言ったけど500兆円行ったり来たり。すると GDP60% の負債が今の日本の財政の真の姿だとなります。GDP60% の国債発行、あるいは政府の負債というのは、アメリカ、ドイツとか、あるいはフランスとかイギリスとかの先進国と比べても非常に健全、というよりトップクラスです。スイスの財政はちょっとよく調べてませんが、それとどっこいどっこいか、スイスよりも健全かもしれません。要するにトップクラスなんです。だから分かってきたでしょ？世界でなんとかショック、なんとか危機が起こったら買われるのは日本円です。なんとかショック、なんとか危機が起こったら買われるのは日本国債です。日本国債は今も飛ぶように売れていて、個人ではもう買えません。財務省は個人向けの国債売買販売をもう停止しちゃいました。売れてるんです。どこが財政問題ですか？どこが財政破綻ですか？どこが国債暴落でしょうか？その財政が悪いから消費税を上げなきゃいけないんだという議論、この議論にももううなずくことはできませんね。そうです。消費税など上げる必要はありません。そもそも財政が健全なんですから。リスナーの皆さん、まずこれを確認しましょう。日本の財政は健全です。日本に財政問題はありません。ないんです。消費税が5%から8%に上がったのは2年前の平成26年です。景気が悪くなりましたね。それまで調子良かったアベノミクスが途端に失速しました。記憶に新しいところです。その8%を5%に落とすという策も本当はあっていいんですよ。さっき言ったように財政問題ないのですから。途端に景気浮揚しますよ。株価も2万円をドーンと上がると思う。今みたいに1万7000円前後でフラフラしたりしてないと思いますよ。そしてそれに合わせて政府主導の財政出動、政府主導の財政出動を、例えば必要となっている様々なインフラに投入して、そこで景気活性を図れば、日本の経済は劇的に変わっていきます。まあそういうバラ色の未来はともかく、消費税を上げる必要はありません。下げてもいいくらいです。だから財政問題が悪いから10%までまた上げなきゃいけない。15%にも、いや、ゆくゆくは20%にも。もし、そのような意見を聞いたときには、リスナーの皆さんは、本当にそんなに財政の問題悪いんですか、日本は。こう問い返してみましょう。そんなに財政問題悪いんですか。だったら、なんで、日本国債はこんなにたくさん売れて、長期金利がこんなに低いんですか。なんで日本の円がこんなに高くて、株の天井になってるんですか？日本国政府の資産はどうですか？日銀が買っている400兆円、あと1年すれば500兆円になる、あの部分はどうですか？こんなふうにちょっと聞いてみましょう。聞く勇気がないなら心の中で思うだけでも構いません。その時、皆さんはこの話を聞かなかった時よりは、より良い選択ができるでしょう。消費税は上げても、上げた分の税率は、え、税、上げた税率分の税収は確保できますが、景気を失速させます。2年前に見たじゃないですか。そして日本の GDP500 兆円のうち60%の300兆円は消費です。消費なんです。そこに消費税は打撃を与えます。すると GDP が上がっていきません。景気も伸びません。1000兆円も借金があるんなら、でもちょっとずつ返していかないと。それはその通りですが、ちょっとずつでいいんですよ。国は、あるいは政府は、個人や企業と違って永続するという前提に立ちますから、200年かけて返したっていいんです。しかも全部返す必要はない。
1000兆円、名目でも1000兆円あるのが気持ち悪いっていうんで、まあせめて、そうですね、500兆円ぐらいまでにしたいと思った場合、急いでやる必要はありません。その残り500兆円分をちょっとずつちょっとずつ返していけばいいんですよ。そして日本が経済成長し、良い意味でのインフレが起きてきて、通貨の価値も徐々に下がっていくならば、その分またその500兆円分の価値も下がっていきます。日露戦争の戦費、調達のために発行した国債、償還し終わったのはなんと70年ほども経った1980年代でした。すごくありませんか？国や政府にはこんな返し方が可能なんです。個人には無理です。企業も多分無理でしょう、こんな返し方はね。で、ってことは大切なのは経済成長および緩やかなインフレです。財政問題にとって。もう一回言いますよ。財政問題の解決において大切なのは経済成長、つまり GDP の成長と、緩やかなインフレ、これです。そして、今の、日本の置かれている状況は、日銀が国債を保有してもそれほどインフレになっておらず、そして、資産もいっぱいあるということから、政府に資産もいっぱいあるということから、ネットの負債は少なくて、だから、財政問題も本当にゆっくりと解決していけばいいんだとなります。ただし、インフレは緩やかなものは起こしていった方が経済成長には都合がいいので、だから今日銀もインフレターゲットは2%と目標は掲げているわけですね。達成されていませんよ。全然日本は今インフレになっていませんから。さあ、財政についてちょっと今までとは違った風な光で見えてきていませんか？日本に財政問題はありません。消費税を上げる必要もありません。余裕を持っていて構わないんです。日本はね、あるいは日本国民は。さあ、20分ほど話していて、外の景色も明るくなってきました。今日は私もお休みです。山手の街を歩きに行ってみましょう。記念すべき第1回夢ラジオ、最後までお付き合いいただきありがとうございました。これからもいろんな話題で皆さんと一緒に語り合っていきたいなと思っております。ぜひ楽しい番組に作っていきましょう。していきましょう。松本清一郎でした。さよなら。